皆さん気づいてしまいました。ここパニックモードこれをやることによってコーランの弱点を補えるんじゃないかと、短期決戦で決着がつけられるんじゃないかと思いますので、このパニックモードオンの状態で少年レッド争奪戦プレイしていきたいと思います。もちろん今回もノーコンティニュー。少年レッドはうちに任せとき。この状態で、ああちょっと迷うんだよね。まあ最初風作戦で試してみるか。オラン、今回はあたいが少年レッドだ。まあできれば1回でクリアしたいけど、作戦が合わないなと思ったらちょっとね、林作戦とか違う作戦でもう一回トライしたいと思います。よし、変わるかな。科学の、うわ、そうだびっくりしちゃった自分で設定しといてびっくりしちゃったまあでも、あーちょっとこれ消さない方がよかったな。まだ落ちてくるスピードがあれだからね、実感がないけど、あーちょっとなとりあえずこのパニックモードにすることによって、今黒いのがポツポツ落ちてきてると思うんですけど、あれが、嫌いと言いまして、消えないんですよ何やっても。その消えないあれがあることによって、まあ最初から苦しい状態になるよってことなんですけど、そうなると変にタワー積むのもダメなのかな。あーどんどん積まれてきたな。なんか俺の方ばっか落ちてくるな。あやばいやばいやばい、これはいきなりそうか。もうゲージ3本溜まってたんだな、カンナ。うわーちょっとこれは無理じゃないですかいきなり、あれこれダメだな。うちポストかいな。ちょっと考え方を変えてやってみたいと思います。再挑戦再トライと再挑戦同時に言おうとしちゃった。科学の力を見せたる。多分ね、タワーをどのぐらい詰めばいいのかな。本当に速攻だもんな。よく詰めてる。ここからだな。まず1本導火線つけて、あーちゃんと消えないか。さあパニックモード結構ね、最初からこんな常に音楽がね激しく、このぐらい連鎖すれば結構嫌いも落ちてくるんじゃないの。おほらほらほら、結構カンナのフィールドにたくさん落ちてきたもんね、嫌いが。あれがかなり厄介になってくれるはずだと思うんですよ。まずここ消して、2連鎖3連鎖4連鎖、この連鎖によってどんどん嫌いが落ちてくるんちゃうんかなと思うんですけど、2連鎖、ここでまた攻撃して、結構カンナのフィールド積まれてるもんね。あーやばい、こっちに落ちてきたな。こうなってくると厄介なんだよね。しかも一番上が嫌いばっかりになってくるから、斜め消しじゃないと消せないんですよね。あーでももうこれで決着がつきそうだね。つきそう。あーまだでもちょっと油断ならないな、油断ならないね。あーしかも魔法石、まあでもレベル1攻撃でコンスタントにやっていって、ここからまあちょっとイーブンになってきたな。嫌いが落ちてる個数が同じぐらいだから、まだ何も分かんないところだね。でも割と、あーどうかな、ちょっとまた攻撃して攻撃して、いやーやだねやだね。2連鎖成功、 OK、 2連鎖成功は大きいぞ。で、あー一番上が嫌いばっかりっていうのがやだな。ここで決着ついてほしい。よしオッケー、初戦勝ちました。いやでもやりにくいな。勝手になれないといけないな。カンナハン、ポストの役よろしゅうな。よし、ちょっとまあなんとかこの癖のある戦いを制して8連勝したいと思います。はい、2戦目行こう。科学の力を見せたる。
なんか風情ねえよな。あの花子らのいいとこってアレンジ BGM もおしゃれだよねっていうところなんですけど、ところがいきなりこの落ち着かない方の音楽なので それが聞けないんですよね。そこがちょっとパニックモードの、マイナスポイントかな。自分で選んどいてなんですが、さあまだよし、もうここに着火するか。一回青でつついて4連鎖、5連鎖、あ、これは大きいね。5連鎖もしちゃえば結構、6連鎖か、すごいな。溜めといて、これはもう、すかさず、あれだね、レベル2攻撃に持っていっちゃいましょう。これで嫌いが、さっきの連鎖で落ちていった分の嫌いも落ちているしね。タワーを積むっていう作戦は、ちゃんと積めればそんなに悪くはなさそうかな。連鎖をすることによって相手のフィールドにボロッと落ちてくる宝石があれになってるもんね、嫌いに全部なってる感じがするので、タワーでこうやって3連鎖4連鎖5連鎖ってやったことによって、それだけで攻撃ボタンを押さなくてもあれが落ちてくるからね。うわー、でもちょっとやだなー。あー、うわー、そっか、レベル4攻撃とか来るとやだな。ここ魔法石いくか。あー、そっか、嫌いになっちゃうのか、一番上が。そうなると、そっか、なるほどね。だから魔法石っていうのは落としたところにあった色の宝石のやつであれしちゃうから、消しちゃうから、ちょっと無効になってくるのか。なるほどな。あー、やだな、落ちてきた落ちてきた。ちょっとでもこうやって溜まってくると苦しいよね。1、あ、織姫苦しそうだね。レベル1防御なんてほとんど意味ないもんね。こうやってこちらはレベル1攻撃とかで嫌がらせをしていってしていって、はい、いいですね。いやー、ちょっと今レベル4攻撃の後の魔法石の失敗怖かったな。でも負けなくてよかった、いい勉強になったな。織姫さん、スクーターの役頑張ってな。魔法石が無駄になっちゃうっていうのはちょっと貴重な情報だったな。科学の力を見せたる。今までコーランでやってた時の特徴って絶対長期戦になるんだよね、勝つためには。だけどもパニックモードになったことによって長期戦がむしろなくなっちゃったんだよね。目標補足した。だからまあ、なんていうかな、あ、これ失敗だな、まあいいや。なんかパニックモードゆえミスできないからあんま実況できないね。緑が来たら、あー、そこに落ちてくるか。緑か紫、もう紫一回つけるか。どんどんやれるときにやっていかないと導火線が嫌いによって埋もれていってしまう可能性があるからな。よし、6連鎖6連鎖これで結構嫌な嫌いを落とせるでしょう。ここからまあちょっとまだタワー取っといて保存しておいて、タワー保存の回だな。どんな団体。紫とか青、青でいいな、青で、ここで斜めで消す。でその後に緑が来ればかな。一回攻撃しちゃうか。攻撃しちゃってレベ3か。レベ3なんかもうさ、嫌いの方がすごすぎてこの普通の時宝石が大したことなく見えるもんね。星が綺麗だ。青で、緑で、あー、間違えた、まあいいや。青、その後これでよし、割と消えるよね、消えるよね。どのぐらい連鎖するかな。レベル2、あー、防御どうしようかな。ちょっとセーフティーに行くか。ここは防御で、そうなんですよ、防御でも嫌いは消えないのでそこがポイントなんですよね。いや、あんまり引きすぎると今度は、うわー、これはやべー、あー、クソ操作だよな。あー、ちょっと調子をつかんできた感じだったんだけどね。いや、でもなんかこの作戦パニックモードっていうのはありかもしれないね。パニックモードならではの戦術の変更は必要になってくるけど、要領をつかめば多分勝ちにつながってくると思うので、ちょっと引き続きパニックモードでね、また挑戦したいと思います。
以上、とりあえず今回2回トライしました、次また3回目の挑戦見てください。ご視聴ありがとうございました。見てくれた全国の隊長にケレッ。